新宿駅ご通行中の皆様こんばんは。 YouTube で長谷川隆チャンネル山桜会チャンネルをご覧の皆様こんばんは。君の会街頭演説でございます。君の会では、報道の自由と何だったっけ報道の自由と長谷川さん何でした、あ、言論の自由と報道の公正ですねを訴えております。で、日本はとても平和な国でこうやって思ったことを何でも言える言わせていただける、たとえ政府に反しようとも思ったことを言わせていただける平和な国であります。そうでない国もやはり世界のどこかにはあるんですね。言いたいことも言えない、思っていることも表に出せない、そういう国もある。そういうところから比べると日本は平和だなといつも思っております。今日も長谷川隆代表にマイクをお借りして少しお話をさせていただきます。私はいつも政治のお話を国会の中心にさせていただいているんですが、やはり今日も政治のお話を少しさせていただきたいと思います。3月に12日内閣支持率の調査がありまして、実は支持率は下がったと言われても 44%、 安倍政権これ5年ちょっと続いてますが、支持率が下がったというのが過去に何回かあります。特定秘密保護法ができた時と安保法案ができた時、あとは選挙区内で内輪を配ったとか選挙区内でワインを配ったとかっていう時もちょっと支持率が下がりました。しかしその頃と比べてもまだ 44%、 非常に高い支持率なのであります。そしてなぜこれが支持率が今回下がったのか、森友問題で財務省が書き換えをした、財務省が書き換えをして省庁の問題なのに内閣の支持率が落ちる、これっておかしいなと私は思うんですね。今財務省自身が調べをしていますが、これは言うなればですよ、犯罪を犯したグループがお前たちもっと悪いことしてないかってお前たち自分で調べろよって言ってるようなもんで、財務省が財務省の中を調べたってあと何も悪いこと出てくるわけないんですよ。これは国会がきちっと第三者委員会を作って財務省を政治の力で調べる、そして省庁の悪い海を全て出し切る、このことが私は大事だと思っております。何も財務省だけではありません、厚生労働省もそうでした。今年金のデータが流出したというニュースが出ておりますが、その前に労働調査と称して全く利用できないデータを使っていた、これもやはり厚生労働省の中で起きた一つのスキャンダルであります。そして森友問題に話を戻すと、この森友の問題というのはそもそも豊中の土地の売り価格が8億円値引きをされた、この理由は何か、なぜ8億円値引きされたのか、ゴミは本当にあったのか、ここが本質なのであって、今はもうその本質論がどこかに行ってしまっています。安倍首相がやったのか、そう指示したのか、安倍昭恵さんがやったんじゃないか、首相夫人が絡んでるんじゃないか、何も1年半議論してましたけど証拠が出てこない、どころか今その補助金詐欺で逮捕されている籠池さんの意見ばかりを取り立たして、あの人はこう言っていたんだ、安倍昭恵さんは確かにその土地をいい土地ですから前に進めてくださいと言ったんだ、おととい野党が接見してきてそう言っております。だとすればこの8
話が本当だとすればですよ、籠池さんは証人喚問で何と言ったか、安倍昭恵さんはいい田んぼができそうですねって言ったんです。ということはですよ、籠池さんは証人喚問で嘘をついたんだと、偽証したということになるということであれば、これは偽証罪で告発をされる案件でもあるわけです。あの時はこう言って、この時はこういう人の言う意見をなぜ信用して取り立たさなければならないのか。そして野党はしきりに言う、今不当逮捕だ、不当拘留だ、人権がある。だったら安倍昭恵さんの人権はどこにあるんですか。毎日毎日マスコミがつけ狙ってフェイスブックのいいねをつけるところまで調べられている。確かに首相夫人ですからある程度のプライベートはないでしょう。しかし人もあの人も人間なのです。どうして犯罪を犯して拘留されている人の人権は訴えるのに首相夫人の人権のことは考えないのか。そしてこの人権という言葉をこの場面で使うことに私は非常に違和感がある。人権人権というならばもっと人権のことを考えるべき、拉致被害者の人権はどこに行ったんだ。私はこれを 声を大にして言いたい。横田めぐみさんや田中稔さんや有本恵子さんは未だに40年も経ってまだ北朝鮮に拉致をされている。この人たちの人権をどうして国会議員は考えないのか。逮捕拘留されている人の人権のことばかりをどうして言うのか。私はこれをいつも思っております。どうか皆さん、人権ということを野党の連中が言うときにはぜひともこのことを引き合いに出して考え直していただきたい。野党を応援している皆さんもいらっしゃるでしょう。チェックしていらっしゃる方もいらっしゃると思う。人権ということは本当に重い言葉である。それを軽々しく使わないでいただきたい。このことを切に願って思っております。今日もまた北朝鮮では拉致被害者の人が暗い一日を過ごす。このことを私たち日本人は一人一人が考えていかなければならない。そして日本の国会議員が考えていかなければならない、私は思っております。森友問題はただ単にこの土地取引の問題だけではない。すべてのことがやはりつながっているんだということを訴えていきたい。これからも私は声を大にして皆様と一緒に考えて訴えていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。